ということは、バッティングもバントも正面向いた方が絶対ボールって見やすいわけです。だからバントなんかは特に本当言うとこうやって正面向いてこうやってやった方が明らかに多分簡単です。ボールも見やすいし、はい。だけどまあ僕の場合はバントもあり、ここからのバスターもありということで、サインがその1打席の中でも切り替わったりとかするので、明らかに最初からこうやってやってしまうと、ここからバスターってなっても切り替えれないわけですよ。だそれをなくすために、僕は常に打つ時にも、打つ時にこう右足を必ず置くところがあったわけですね。だからバントのサインの時にも必ず同じところに僕は右足を置いてこう構えて、そこからバントの構えをして、バントもする、ここでバスターもするっていう風にしてたわけです。だから全て同じ動きでバントもやりバスターもやりっていうことをやってたわけです。